YouTube チャンネル登録10万人突破いたしました。今ですね、10万飛び飛び飛び2名今飛び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 2名ですかね、チャンネル登録祝10万人突破ありがとうございます。パチ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 、平成31年の3月の1日ですね、月が変わって18時47分であります。なんとか平成のうちにチャンネル登録者数が10万人を突破したということで、一度前のですね、昨年6月の5日だったかな、チャンネルがいわゆるバン凍結されまして、6月ですから6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、10、ちょうどまあ約10ヶ月ですかね、かけて、前回のコミュニティは16万人でまあ潰れたんですけども、今回は、まあ、全くですね、今のところ警告もなくですね、10万人まで、チャンネル登録は、まあ、戻ったというか無事に突破させていただきました。で、他のね、まあ、最近で言えば有名 YouTuber で言うとラファエル君がチャンネル版、290万人とかいうね、チャンネル登録者数があった、まあ、YouTube チャンネルがバンになったり、まあ僕のチャンネルが潰れたのが去年の6月で、当時の、まあ、波というか流れっていうのは、まあ、保守系の政治チャンネルがどんどん、まあ、バンをされてた、まあ、山崎春のバン祭りなこと言われてですね、そういう時期に、まあ、僕のチャンネルも一緒になって、まあ、凍結バンになったんですけども、あれから10ヶ月、そんなに怪しい動画というのは僕は出してないと自覚しております。怪しい動画を出したら48時間以内に消してます。で、危ないんじゃないのっていうのもあるんでしょうけど、僕がちょっと危ないなと思ったのは NHK の編成局に電話をしたあの電話に関しても、まあ、NHK 側の方からチャンネル削除プライバシー侵害と出た来たんですが、まあ、YouTube 側も全くそれについては審査して全く問題ありませんと、まあ、こういう回答なんですね。で、どうしてチャンネルがバンになったのかっていうと、集金人を追いかけたりとか集金人の映像を撮るのが、まあ、いじめに当たるんじゃないかと、まあ、いじめに当たりますということなので、 NHK 職員や集金人を、まあ、モザイクをかけずにっていうか、まあ、その何て言うんでしょうかね、まあ、そこのところはなんとか、これからは注意してと思っております。再度見せます。このようにね、立花隆 YouTube チャンネル登録、ちょっとあれで使いたいんで、ちょっと長めに、あれ、なんか当たっちゃった、ね、サムネで使いたいんで、ちょっと長めにこうやっておきますけども、まあ、これから NHK ぶっ壊すっていう、そういう作業っていうか、これからも活動していくんですけども、まあ、10万人というのは、ね、一つのもちろん通過点です。ちょっとこれをずっとアップして、こっちの方が目立つかな、ね、チャンネル登録10万人、もちろんこれは通過点で、僕の目標は NHK をぶっ壊すことであって、 YouTube のチャンネル数を、登録者数を増やすとか、そういうことじゃないので、あくまでも NHK をぶっ壊すまで戦っていきます。で、この YouTube チャンネル登録が10万人を超えると、まあ、銀の盾が送られてくると、まあ、前回は16万まで行ったんですけど、その連絡もなく途中で終わっちゃったんで、まあ、今回はその100万人突破が金の盾、10万人突破が銀の盾ということなので、まあ、それがちゃんと来てほしいなとは思っております。で、まあ、統一地方選挙、今日一人立候補自体、大阪府吹田市、自体がありました。一方で、東京都東、久留米市、新たな候補者が、公認候補が決まったり、しておりまして、統一地方選挙ですね、4月の統一地方選挙に向けて今、頑張っているところでありますが、かつですね、7月の参議院選挙というところに向けてやっていきます。おそらく7月の参議院選挙で17分間 NHK の政見放送で NHK をぶっ壊す、連呼すれば、まあこれが一気にね、まあすぐに20万ぐらいになるんじゃないのかなと、ひょっとしたらもう100万とかいくかもわかりません、当選すればね。まあいずれにしても、このテレビよりも
インターネット、特に NHK よりも YouTube の立花チャンネルの方が、立花隆チャンネルの方が真実を国民に発信しているみたいな形にやっぱりしていきたいですので、この登録者数や YouTube 見ていただける方っていうのはもちろん増やしていきたいと考えております。これからもですね、皆様に愛されるかどうか分かりません。僕が愛されるキャラクターじゃないので、皆さんに愛されるチャンネルを作ろうとは思いませんが、まあ、一部の皆様には切られてもいいので、皆さんの ためになる、お役に立つ情報をですね、面白おかしくお伝えすることができればなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。登録いただいた10万人の方ありがとうございます。そして、まだ登録をされていないという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上です。 YouTube を使って NHK をぶっ壊す。